平塚市総合公園平塚競技場。平塚競技場は、神奈川県平塚市の平塚市総合公園内にある陸上競技場。球技場としても使用される。施設は、平塚市が所有し、運営管理も平塚市が行っている。なお、平塚市に本社を置く、レモンガスが命名権を取得しており、2021年2月から、レモンガススタジアム平塚の呼称を用いている。バックスタンドメインスタンド大型映像装置、J リーグのナイター開催時、湘南ベルマーレの応援団席。人文字を作る2010年2月、同年秋頃をめどに、業者からのリースという形で、大型映像装置を取り付ける方針を正式に決めた。サイズは799インチ、アウェーゴール裏立ち見席付近への設置を予定しており、まず6年間のリース契約を結び、それ以後は改めて調整する見込みとしていた。2010年7月、定例平塚市議会にて、映像装置の設置が正式に決定し、リース期間は2010年12月1日から2015年11月30日の5年間で、リース料は毎月445万4596円、5年間総額2億6721万5760円だった。2010年12月、三菱電機製のオーロラビジョンが納入された。ハイビジョン対応の高輝度 LED 方式で、画面サイズは800型である。リース期間終了後、平塚市に無償譲渡という形で寄贈された。2011年8月、平塚市は新たな財源確保のため、3年契約、年間2000万円以上の条件で、平塚競技場の施設命名権販売を開始した。公募の結果、ドイツ大手自動車会社である BMW の日本法人、BMW ジャパンの正規ディーラーの元連東洋が応募し、命名権を取得した。2012年3月1日より、湘南 BMW スタジアム平塚の呼称を使用し、以降2015年2019年に命名権契約を更新した。しかし、2020年に元連東洋の株式がサンオータスからALCに譲渡されるにあたり、同社から命名権契約を繰り上げて打ち切りたい旨の申し出があったことを踏まえ、同社との命名権契約を2021年1月までで終了することを決定。平塚市が新たな命名権者を募集したところ3社から応募があり、選考の結果、2020年11月20日に平塚市に本社を置き LP ガスなどを扱う。レモンガスと契約を締結したと発表された。契約期間は2021年2月1日から2026年1月31日まで、契約料は年額2021万円で、2021年2月より、レモンガススタジアム平塚の名称を用いる。総務省のホワイトスペース特区の選考モデルに選定され、湘南ベルマーレが、実験試験局による実証実験を実施。エリア放送の制度化後は、神奈川県初の地上一般放送局の免許を取得し、ベルセグという愛称でワンセグ放送をしていたが、2014年3月に廃止した。場内に地上一般放送局1局を設置していた。42CH は2011年7月24日まで、テレビ神奈川の横浜送信所で使われていたチャンネルだった。ありがとうございます。